新しいのを買わないと。そうないんです。サイレントムーンさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。イエイ。そんな感じで今日も一日過ごしております。ありがとうございます。今日は月曜日なので明日は特に、明日はない、明後日、しあさって、ああって感じです。はい、朔太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ゆうごさん肉ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは。そんな感じでちょっと今日も元気に橋本は言いました。うん、そうです。イエイイエイ。そう、明日は茨城ですね。本当だ、明日は俺らと同じ、はい、視聴者だって来てる。そうです、明日は茨城ツアーがあります。私は出演しないのでお家にねいるんですけど、でもどうなんだろう、実況とかは特にする予定はないので貴族ではあるんですけど、まあいつかできたらいいかなって思ってるけど、あの熊本の見逃し配信みたいなのがいつかできます、なんかできますよね、今見れるよね、タイムシフトみたいなやつが見れると思うので、それをいつかみんなで見逃し配信じゃない、なんだっけ、実況配信みたいなのできたらいいなって思っています。はい、なのでぜひその時に一緒に、今月中だったらね、今月のためにニコ生入ってくれた人も見ることができるんじゃないかなと思うので、あの今月中にはやりたいなと思います。ビンゴもビンゴもそっちも今月中にできればいいかなと思っています。はい本当にそうなんだよな、いつやろうかな。マックミックさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。マックス鹿児島さんホイミありがとうございます。ちょっとまた考えておきますね。うん、何にも頭にないので何も頭にないは嘘なんですけど、考え、なんかそのいつリハが入るのかとかも分かんなくて、なんかいつ私はいつ暇なんだろうっていうのも全然今分かってない状況なので、そう、それが3公演分分かんないからもうちょっと本当に頭謎なんですよ。なのでちょっと困ってます本当に困ってます。さっつんさん、富山よしょっぱハートおかむさんおみにだありがとうございます。けんさんお魚ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんです、だから嫌なのうん、どうなんですかね、なんかどんな感じなんですか、スタッフさん教えてください次のリハはいつですかそう、そうなんですよ。朔太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。山内さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。犬井さんお肉ありがとうございます。肉が食いてんだ急に肉が食いてんだ、そうだんだんだ肉が食いたいんだよ、そう。竹兄さんお肉ありがとう。山内さんハートありがとう。キュンです、ありがとう、ありがとうございます。焼肉行きたいね、だっていいね焼肉、ピョンズはみんな行ってるでしょ焼肉ガチャピソさん、本兵衛さんお肉ありがとうございます、ありがとう。小町さん、ブラックタイガーさん
お肉ありがとう、ありがとうございます。そうなんです、お肉が私は好きです。あの本当に馬刺しがね、昨日の馬刺しが美味しすぎてもう忘れられない一日になりました。はい、もうあのお肉の味は忘れません、絶対。あのぜひあの熊本あの馬刺しください。あ、携帯これにかけてやればいいんだ。できます、できます、いけました。あーちょっとなんか、まあいっか、いけるか。キクアニさん、クローバーのリース、ありがとうございます、ありがとうございます。ニンニクつけたの？だってつけてないです。つけるわけない。ニンニクも生姜もあのついてたんですけど、あ、生姜がついてたのかな。でもニンニクも、ニンニクはつけてないし生姜もつけてない。はい、私は醤油だけ、なんか馬刺し専門の醤油みたいなやつだけで食べました。とっても美味しかったです、ごちそうさまでした、ありがとうございます。成瀬さん、お肉ありがとうございます。竹兄さん、お肉ありがとうございます。赤髪はいつ染めたの？だって赤く見えるかな、今茶色系なんですけど、何で染めたって、いつっていうか4月の20何日に染めました。そう、だいぶもう熊本の1週間とかそれぐらい前なので、結構前ですよもう。はい、馬刺しよりもレバ刺し食べたいなって、レバ刺しは私ダメなんです。仲良くできないですね。仲良くできないですね。ごめんなさい。ごめんなさい。赤く見えるかな。まあ光とかいろいろによって全然違うので、まあ私なあの実物の私を見てください。ぴょんちゃんと仲良くしたいってコメントがいっぱいある。嬉しいな。仲良くできますかね、私たち。ブリの刺身が食べた、大好き、もう美味しい、最高。まだでももう今もう5月なので寒ブリがね食べたいっすよね、本当に。寒ブリしか勝たんって感じ。赤というよりピンクブラウン、これは今はっていうか、あのなんだっけ、この間染めた時はなんかピンクパープルって言ってました、言ってました。はい、そうなんです。あ、確かにそうだね、馬刺しとレバ刺しだったら取り合いにならないから仲良くできるかも。あ、むしろそっちの方が仲良くできそう。私は馬刺しを食べるのでレバ刺しあげますってね言って、確かにそうな、そうだ。セリちゃんは結構ブラウンが強め、なんか多分ブリーチ一回してるから、そうそうなんですよね。だからランちゃんがハルピョンとのツーショット送ってきてくれた、可愛かった、あれかな、お話し会の時に撮ったのかな。そう、最近ランちゃんと写真撮ったのはそれしかない。うん、なので多分そうだと思います。梅ちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう、ありがとうございます。ツーさんハート、間違えた、ネバーストップさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます、間違えました。うわ、怒られる、怒らないで。なべさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとうございます。梅ちゃんさんハートありがとうございます、キュンです、ありがとう。ジョークソノさんお肉ありがとうございます、皆さんありがとうございます。
今日ドボン対戦ありがとうだって。こちらこそありがとうございます。いやいやいやい。ピース、橋本春奈はなんか、お？カラーシャンプーとかも使ってる？だってカラーシャンプーは使ってない。普通のシャンプー使ってます。はい、カラーシャンプーとか使った方がいいと思うんですけど、絶対的に。なんかね、カラーシャンプー使おうってならない。なれよって話ですよね。ごめんなさい、本当に。女優ライトはね、復活してないの。だから今は見て、懐中電灯、超原始的。超原始的なあのライトを使ってます。今そうなのよ。 A ダッシュさん、バラの花束ありがとうございます。今日は朝目覚めの一戦目でピョンちゃんと当たって目が覚めただって、もうそれは幸せな朝ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ともゆきさん、海も魚も、間違えた、一緒、魚もお肉もありがとうございます。ありがとうございます。眠だよ。今の時代に懐中電灯、懐中電灯っていうか、なんかあの、なんていうんですか、本当に危険な時になんかいろいろ使えるような、そのなんかすごいいいやつ。非常用の懐中ライトっていうんですか、あの、何があるか分かんないですからね、この時期っていうか、普通にこの日本は。リングライトはね、買えばいい。そうなんです、どこに売ってるんだろう、リングライトって。そう、防災グッズみたいなやつ、そうそうそう、何でも本当に使えるような懐中電灯を使ってやってます。LED ですよ、これは。なんかカッターもついてたり、なんかあの、車に閉じ込められた時に窓を割るためのガンってやつもついてたりするので。そう、スリーコインズにもある。マジ、駅行こうかな。富駅のね、マリアの中にスリーコインズがあるので、そこに行こうかな。そう、サバイバルグッズみたいな感じ、そんな感じ。うん、すごい万能でしょ。万能ちゃんな防災グッズのあれです。そう、引っ掛けたりもできるし。作太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうそうそう、明日の予定は寝る寝る寝る。それは嘘なんですけど。ちゃんと起きるんですけど、はい。画質落ちてきた？やばいね、323とかだ今。なんでだろう、頑張れ。画質落ちてるっぽい。なんで。747日、ありがとうございます。ありがとう。今日一日でドボンのポイントものすごく上がったよね。だって嬉しい。なんか増減とかさ、わかんないからさ、本当に。どうだろう、今画質悪いかな。あ、600まで上がったかな。600まで上がってきた。
テント投げた方がいいですか？だって、あの投げれるゴールド、ショールームゴールドがあるならぜひリアル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 すぎる。300、あ、また減ってきたね、やばい。ちょっとこっちのなんでだろう。マックミックさん、お肉お魚ありがとうございます。ちょっとはみんながね星とか投げてくれるからね。画質が、あ、でも500ぐらいになってる今。始めた時は画質良かったですか？あ、600に戻ってきた。頑張れ頑張れ何を応援しているんだ私は何を応援。本兵さん、西くんさん、ネズミキャンさん、ジンさん、テントじゃないお肉ありがとうございます私は何を応援している。よ、やばい、400になった。またやばい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 。まあまあでも15分経ったから。待って、あの時終わってんだけどそう、400になってまた増えたりしてずっと安定してないですね。まあそういう日も、そういうこともあるそういうこともある。うん、まあ、うん、すごいなんか顔が疲れてる人みたい。ショールームは画質が大事だって言うよね。だってまあ多分そうだと思うし、もちろん私だってね、画質が悪いなんか動画 YouTube とか見てても画質悪いやつとか見たくないから正直そうだとは思うんですけど、こればっかりはね何とでもならないんだよねそうなんだよね、こればっかりはねなんとでもならないんだよね。もう、うわ、200になってる、もう最悪ですね。ちょっと Wi-Fi がね、いや、わかるよ。私もそういうなんか画質悪い動画ってさ、めっちゃ見たくなくない？私画質悪い動画絶対いつも高画質にして、それでも無理だったら違う動画見ちゃうもん。そう、てるちゃんがぴょんずさん、てるちゃんがぴょんずさん、お肉ありがとうございます。 UK さん、お魚ありがとう。え、画質今一つでこの可愛さすごくない？だって、ありがとうありがとうございます。ムカつくでもちょっと画質悪いくらいが一番可愛く見えるらしいよ。うるさいムカつくムカつきますねはい、速度は多分大丈夫なんです。なんでかっていうと、私ギガ放題みたいなやつなので、そう、学割が効いてて今それの方が安いらしくてリアルな話、そうだから、その関係もあってちょっと今ギガ放題系なので、そんな全然なんかいいんですよ全然いいんですよ、速度的には大丈夫なんです。小二谷水さん、桃天さん、お肉ありがとう。くじの大吾さん、お魚ありがとう。玉焼さん、お肉ありがとう。この星がもうあと2ミリずれてくれればうん、学割ハルピョン学生だったのって来てるおっと、私は今何歳ですかあ、ちょうどショールームのなんか携帯のプランか、うん、変わってた、なんかギガ放題になってた、わかんないよく。なんかさあ、700、800、823、832、40、49、58、
67 75 69 4 900 画質が良くなってきてるぞ、どん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 。あ、400に落ちました。終わった。なんでなんでうちの Wi-Fi やる気なくしてんだけど山内さん、お肉ありがとうございますうちの Wi-Fi やる気なくしてんだけどほんとに何の実況、 Wi-Fi の実況Wi-Fi じゃないや、なんかあのつながり、ショールームの画質の実況をしてますそんな感じで、じゃあそれではそろそろちょっとね、テックテックもしなきゃいかん。まあでもあと10分なのでテックテックをしましょうね。最近ちょっとごめんね、遅くなっちゃって、やること多すぎピーマンなので、ちょっと全然できてないんですけど。マイジャパンさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。そうなのよ、だからちょっとね、マイジャパンさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。本日の皆さん、歩数を送ってください。もう5月3日なんだね、考えたくないっすね、そんなこともうやだ、何5月3日って本当だよね、ネバーストップさん、クラッカーありがとうございます。やばくない、3日ってやばくない、もう3日経ったの、てか熊本終わってからもう2日経ったの、頭おかしくなりそうですねうん、あ、やばい、マックで懐中電灯隠しちゃった。ここら辺、え、なんか日付経つの早ないと思って、日付なんていうの、その日が経つの早くないと思って。アルキャンさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。柏餅食べた、だって昔はね給食とかで出てたので食べてたんですけど、今はもうね、そんな柏餅、あのうちが男兄弟がいないので、別に子供の日を何かお祝いしなきゃいけないみたいな感じじゃないんですよ、そうなので、あの全然そうなんです。だから子供の日は正直そんな、うんそんなに、なんかいつかもしれない、5月5日ですよね、きっと4日5日5日。さあ、ということで本日の私の歩数は、びっくりしないでください、じゃーん、14,932歩。めっちゃ歩いた、めっちゃ歩いてます。ニワピョンいなかった、そらおらんわ。ラスカールさん、お肉とお魚ありがとうございます。ときめきさん、お魚ありがとうございますどうしたの、おーって言われてる。迷子になってない、迷子にはなってないんですけどはい、迷子にはなってない、ちゃんと自分のところは分かるんですけど自分のいるべきところ、行くべきところは分かるんですけどはい、大そこら辺についてはちょっと大丈夫なんですけどちょっといっぱい今日は歩きましたちょっと熊本行ってた、うん、日帰り熊本行ってた、ちょっと橋本日帰りで熊本行ってた、そう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 、熊本で踊って帰ってきてた、うん、だからちょっと自分でもこんなに歩いてんのびっくりなんだけど、なんでだろう、逆に
ちょっとびっくりしてます。はい、ということで、それではそろそろね、ランキングを呼びたいと思います。いきます。1位、デンデさん、ありがとうございます。2位、マックミックさん、ありがとうございます。3位、タケニーさん、ありがとうございます。4位、富山ヨシアット、韓国のピョンゾッパー、カムサムニダー。5位、ともゆきさん、ありがとうございます。6位、イルイさん、ありがとうございます。7位、A ダッシュさん、あとピョンズさん、ありがとう。8位、今日だけで山内と6回対戦したすみちゃん、ピョンはなんでそんなやってんの9位、ジョークスノーさん、ありがとう。10位、ハルキャンさん、ありがとう。11位、ゲンタバットさん、ありがとう。12位、ニャーコさん、ありがとう。13位、赤花のソルティさん、ありがとう。そして本日のラッキー888位はマジカナバナナちゃんです。ありがとうございます。ありがとう、みんな、ありがとう。そしてなんかミラーボールがめっちゃ来てるんだが、どういうこと急に。9時の大悟さん、ミラーボールありがとうございます。ちょっと待って、何個来てんだこれは。多分持ち越しだよな、絶対持ち越し。6個分全部持ち越しはいもう今日は6個分全部持ち越し歌う気はあるんですけど歌う気持ちは、気持ちはあるんだけどおー持ち越し。もうだってあと4分、あと4分あるわ。ちょっとじゃあ歌います。はい、待って、6個分だから1分ぐらいでしょ。大丈夫大丈夫、待って、カシ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 、どこまで歌ったか覚えてました？てくれれば昔と変わらず、何も変わらずに、最後に今日だけ愚かな愛に付き合って、夕日が隠れるまでいてくれればいいから、懐かしいこの砂浜で一緒に夕日眺めよう、二人は今日だけ、明日になれば友達の三人に戻るだけさ。あ、間違えた、2番歌っちゃった何も言わずに付き合ってくれた。で、今の最後、竹兄さんの1個、今日一日が僕には永遠、テリリリ。はい、ありがとうございます。ちょっと間違えたんですけど、まあよしよし、間違えて、その本当は1番歌って、A メロ B メロサビで落ちサビ、落ちサビっていうか、まあ、D メロって呼ばれるところ歌って、でラスサビ、大サビを歌おうと思ってたんですけど、今間違えて A メロ B メロ歌って、1番ので普通に1番のサビ歌って、で次2番のサビ歌ってあの次 D メロって呼ばれるちょっとシュンってしてるところ歌っちゃったんですけど、 OK サクタロさん、ホイミありがとうございます。ということで、皆さん本日はありがとうございました。はい明日はちょっと早くできるといいなと思うんですけどね、本当にちょっと最近遅すぎピーマンだよね、みんな。ごめん、橋本、怒られるの覚悟、怒ってください。はい、すいませんでした、ごめんなさい、申し訳ございませんでした。ということでちょっとちゃんとします、ちゃんとしますっていうか、時間考えてます、時間考えますはい、そんな感じでございます。それでは皆さん、また明日、やばい、ドボン、最後一回回したい。それでは皆さん、また明日、おやすみなさい。
バイバーイ、またね、バイバーイ、おやすみ、やばいやばいやばい、よし、イエイ。健太さん、お魚ありがとう、おやすみー。